私です、ブローニャです。プログラムに問題がなければメールから私の声が再生されるはずです。どうですか、ボイス付きメール。次のプロジェクトに入れようと思っている新機能です。面白いでしょ。誕生日だから早めに仕事を切り上げるつもりでしたが、残念ながら今日はアップデの日でした。この日はいつも忙しくなりますからね。重曹ウサギに代わってもらおうとしたら、72時間連続で働いたせいか、私が口を開く前にスリープモードに入って通常モードに戻ってくれませんでした。とにかく仕事が多すぎて手伝ってくれる人もいないので、まだ残業中です。これが大人の悩みなのですね。仕事を前にするといつも無力を感じます。でもあなたならもう少し待っててくれますよね。そういえばまだ私のバイクに乗ったことはありませんよね。お知らせです、免許が戻ってきました。仕事が終わったら迎えに行きます。プロのライダーとは何かを見せてあげますから。ブローニャ在地区。